皆さんどうも、カメゴンです。お久しぶりです。12月も、もうすぐ半ばに入っていきますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、毎回ちょっと、もうこういった出だしの時に、この季節の話とか、12月になったとか、話すたびに、すごいちょっと時間が流れるの早いなって感じてるんですけど、で、実際12月になってみたら、本当にもう今度、年末に向けて、もう1年終わるんだないのが、なんか、実感がなくて、やっぱり、コロナでなかなかいろんなとこ行けないいうこともちょっとあるかもしれないんですけど、ちょっとなんか、ずっとまあやっぱり、家の中で生活してたないうふうに、感じます。で、まあ、春からまあこのチャンネルも、ちょっと始めさせてもらったんですけど、ちょっとなかなかちょっと更新、最近ちょっとできてなくて、なかなかこの12月って、ちょっと仕事的にもなかなかちょっと慌ただしくて、ちょっと更新のできてなかったんですけど、やっぱり嬉しいニュースとしては、まあ、爆竹の方が、12月29日に、日本武道館の方で、見世物小屋がくれてから、ショーアフターダーク、コンサート開催されるということで、私の方はちょっとちょっと仕事的にもちょっと、なかなか、特に関東の方とか、ちょっと行くことを言うのが難しいのと、ちょっとスケジュール的にもちょっと厳しいので、行ける人は本当にまあ、羨ましいなって、ちょっと思ってたんですけど、今回ちょっとすごい嬉しかったのが、ウワウワウの方でちょっとそのコンサートの様子が配信されることで、ちょっと夏の見世物小屋がくれてからショーアフターダークも、まあ、それはちょっとまあ配信コンサートということで、家族でも、ちょっと見させてもらったんですが、今回は、そのコンサートの様子も、こう味わいながら、ワウワウの方で視聴できることで、ちょっとすごい楽しみです。まあ、ちょっとまあどうでもいい話なんですけど、すみません、ちょっと今日コーヒー飲みながらすみません、ちょっと失礼します。で、まあ、今回まあ、ちょっと夏と比べて、まあ、同じ見世物小屋がくれてから、本社ということで、まあ、以前発売されたゴーゴービーティトレインの、やっぱり、曲なんかも、まあ、こっちが車とかで流してるから、まあ、ある意味、語彙に聞かされるような感じでもあるんですけど、結構、好評でゴーゴービーティトレインに入ってる曲がすべて、まあ、もちろん1曲目のゴーゴービーティトレインとかは結構ノリノリで、子供たちもやっぱヘイヘイヘイとか、あの辺とか、あと恋も、うん、恋も、星野さん作曲の恋も人気で、で、歌がもう断然ちょっと子供たちにとっては、アコースティックバージョンの歌がナンバーワン、以前、家族で、爆竹を聴くような話の中で、セブンスヘブンとかスピードとか、あの辺はまあちょっと人気があるって話してたんですけど、それをちょっとさらに超える曲が、アコースティックバージョンの歌が、ちょっと今ダントツ人気で、で、ジャスパー・マキッシャもオーソドックスに、アコースティックバージョンも人気なんですけど、特に息子が、まあ小学校1年生なんですけど、息子が最近学校の帰りにどうもジャストワンモアキスを大声でちょっと歌って帰ってるっていう風にちょっと奥さんの方が聞いて、まあちょっと嬉しい反面、ちょっとあんまり大声で、まあ、歌詞はちょっと微妙なところはあるんですけど、まあ爆竹の曲はちょっと曲によってはちょっと歌詞があんまり大声で歌われたらちょっと困るような曲もまああるとはと思ったりもしてて、まあジャストワンモアキスなら、まあ、ある意味、その世代の方なんかは、通りがかったら、歌うの聞いたら、おおとかちょっと思ったりするかもしれないんですけど、ちょっとまあ、そういったまあ子供たちも爆竹をちょっと、まさか、
結構聞くようになってきたっていうのが、ちょっとまあ、びっくり、驚きとともに、ちょっとまあ、嬉しいっていうのもありますね。今回ちょっと、状況的になかなかちょっと、日本武道館まで行くこと自体がちょっとまあできないんですけど、行かれる方は、本当にもう、じっくりもう楽しんで、絶対、もう、思い出というか、心に残る、コンサートになるんじゃないかなと思います。ファンの方が参加されている様子とかも、見ながら今回、同じ偽物小屋が触れてからでも、楽しめそうなので、また、まあ、それまでどうか、健康で、怪我とか、しないように、してもらえたらなと思います。まあ、皆さん、そんなこんなで、ちょっと12月もあとだんだんあとわずかになってきましたけど、またこちらのチャンネルの方も見ていただけたらなと思います。もしよろしければ、チャンネルご登録の方と高評価の方よろしくお願いします。それではまた。